博多花丸、大吉。博多花丸、大吉。若田は生ある。大吉は、吉本工業東京本社、東京吉本に所属する日本の漫才コンビ。1990年5月に、コンビ結成し、吉本工業福岡事務所、福岡吉本からデビュー。福岡で活動した後、2005年に上京し、吉本工業東京本社の所属となる。 博多弁漫才を全国展開し活躍している。略称は、花大。ザ・漫才2014優勝者。お笑い第四世代の代表格。大学入学までは、接点はなく、二人が同じ年に、福岡大学に入学して、落語研究会に所属したことで知り合うことになった。後に二人とも大学を中退。大学入学時、二人ともお笑いをやっているサークルに、 所属したいと探したところ落語研究会しかなかったという。勧誘情報には緩い上下関係とあったが実際にはガチガチの縦社会でサークルの不満を言い合うことで仲良くなった。地元のタウン市にサークル活動が紹介され、それを見たあるプロダクションから二人にコンビ名、よっちゃんおかちゃんというコンビ名で東京でやらないかと誘われたことがある。 最初の面接の時に出会った社長の雰囲気から二人の本能が絶対に怪しいプロダクションに違いないと訴えかけてきたためにただひたすら逃げる口実を探していたのだがそういった隙を社長は一切与えてくれずに社長との面会を重ねるごとにトントン表紙に売り出すパッケージングの形などが決まっていったどうしても逃げ出したい二人がたまたま見た 福岡県で吉本主催のお笑いオーディション番組をするから知ろうと芸人希望者募集の広告を見て社長の面会の日社長からこの日に君たちを東京の番組にねじ込むからと言われた日にすいません僕たちは吉本所属を目指したいんですと懇願して断ったというこのプロダクションを断った建前上吉本所属を目指すための必死さをアピールせざるを得ない 状況に追い詰められたという。その後、地元で開催されたオーディション番組、激から、お笑い面大使、テレビ西日本、1990年4月29日放送に、岡崎くんと吉岡くんの名で漫才コンビとして出場。結果は、番組出演8組12位まで、合格のところ4位だったため不合格だったが、それが、きっかけとなり、 人手が足りないという理由で、吉本工業福岡事務所に入るよう声がかかる。当初は躊躇していたが、長渕剛の楽曲、西新宿の親父の歌で連呼される、やるなら今しかねえという歌詞に背中を押され、決断、同年5月に一期生となる。初代吉本福岡事務所長の芸人は、本名ではなく芸名でという方針で、当初、花丸、大吉としてデビュー、その後、 芸名、ひらがなで7文字が売れるので、さらにめでたい名前を付けよういう意向で、鶴や花丸、亀や大吉、鶴やはな亀や大吉と改名する。デビュー時点で早くも深刻なコンビ格差が生じ、カンニング、竹山とにトップ状態だった、花丸に対し大吉は、裏方専門で出番がほとんどなかったという。翌年から、地元テレビ番組、 どっちもどっち博多っ子、クラブ、t v 9九州放送にレギュラー出演が決まるも、大吉は、フロアディレクターだった。この年に、竹山が、福岡吉本を辞めたことで、ようやく大吉にも出番が回ってくるようになり、大吉は、竹山が上京しなかったら、今でも裏方を続けていただろうし、売れてもいなかったと、語っている。1993年4月には、とことんサンデー、 テレビ西日本の司会となり、福岡県内ではトップクラスの人気を獲得する。ただし、福岡県外ではほとんど知名度はなかったという。全国デビューする前の1995年に、フジテレビめちゃモテたい。で、福岡の人気芸人として紹介され、福岡に来たナインティナインナーとの共演も果たしている。また、この時にナインティナインは、とことんサンデーにゲスト出演し、 以降二組は信仰を深める。なお、当時の花丸、大吉は、司会やリポーターなどの仕事が主で、テレビで漫才を披露する機会は、ほとんどなかった。1997年、前述の、とことんサンデーで、テレビ西日本が事務所の了承を得ないまま大吉を、長期間海外留学させる企画を、番組上で発表し、同局と事務所との間で、トラブルになった。 このトラブルの背景には、地元局と福岡吉本の二代目所長が、仲が悪かったことが挙げられる。大吉はこのトラブルの解決まで一年間自宅待機し、休業、番組も突然打ち切られた。この休業期間に大吉がネタを書きため、それ以降ネタ作りはそれまでの花丸中心から、大吉中心に移行した。大吉の休業が明けた百九十八年四月からは、とことん、 サンデーと同じ時間帯に、同じコンセプトの番組、配、は、保、い、が開始。しかし、その間に、吉本長合金の福岡での放送が開始され、さらに、大阪の芸人が、福岡の劇場に出演し始めたことで、大阪の笑いが福岡に入るようになり、大口湧く、化けの皮が剥がれる形で人気が低迷していった。吉本長合金のメインであった藤原の藤本、敏文。 原西隆之や二丁拳銃の小堀博之、川谷修士の4人やゲストで活躍していた、0時、中川や千原ジュニアらには、福岡でも熱狂的なファンがつく運になった。二人は、おしめに失礼になるからと劇場では彼ら以外の、お笑いでは笑ってはいけないな空気が支配していくのを感じており、実際にも、それまでは、博多花丸、 大吉のネタで笑っていた観客が全く笑わなくなった。二人はこの経験から藤原や二丁拳銃には今でも劣等感のようなものを覚えているという。また、福岡ではかなり人気であった藤原がめちゃにイケてる。では、滑りキャラのように扱われている姿を見て、大吉は全国放送に癒を感じたという。 1999年から2003年まで爆笑オンエアバトルに出演し、13勝4敗でゴールドバトラーに認定された。2001年、第1回 M-1 グランプリに出場するも結果は11位で決勝進出はならなかった。結成11年だったが、吉本工業の社員から永年、永年と言われ出場の要請を受け出場。準決勝まで進み、 本放送前のナイト・イン・ナイトの生出演が決まるなどしたが、直前で主催者側から10年を超えているのはやはりダメとなり、実質失格の扱いとなった。当時は敗者復活枠がなくこの時点で結成10年を超えていたため、次年度以降は出場できず、これが最初で最後の M-1 グランプリ出場となった。2002年頃から花丸。 大吉の東京進出の機運が高まっていたが、二人に目をかけていた、林博明、当時、吉本工業代表取締役社長が病に倒れたことや、福岡吉本が看板芸人である花丸、大吉を手っぱしたくなかった事情もあって、この話は一旦立ち消えとなった。2004年4月、野号を博多に変更。現在の芸名解明する。 解明のきっかけは、生命判断に詳しい福岡事務所の女性パート職員が退職する際、鶴屋と亀屋は、運気的に最低の名前、鶴屋がほぼ0に近い。亀屋は、口に出せないほど最悪と判断され、ずっと気になっていた。お願いだから解明してほしいと頼まれたためである。その女性職員から、いい名前があると勧められたのが、現在の博多の野号である。 またその女性職員から、野号を博多に変えて2年以内に2人が東に向かうと、運気が上がるともアドバイスれた。なお、解明に最初同じ、博多の野号であった、木村進、3代目博多短会にも報告し、解明を心よく認めてもらったという。2005年4月に、3年越しの念願であった、東京本社へ移籍。東京進出のきっかけとしては、花丸曰く、 先日の元女性職員のアドバイスに背中を押していただいたことや、花丸の長女が小学校入学を控えており、修学中の転居を避けたかったことがあったという。また同期の竹山隆則がカンニングとして全国区でブレイクした時は、かつての同期であることやネタも標準語主体であったことから祝福できたが、後輩の広氏が熊本弁を用いたネタで受けていたことは、 博多弁漫才を売りにしていた二人に大きなショックを与えたも語っている。福岡で仕事がないため上京したはずの広氏が外線した際、福岡時代には見たこともないくらい受けていたことから、一回東京のフィルターを通して、東京で売れたという肩書きあると、こんなに違うもんだと実感したと東京進出を決意させた。さらに、 BS 放送開局記念番組に出演した島田紳介が東京の時代は終わった。これからは一回宇宙へ飛ばして、そこから配信していく時代だから、東京に限らず地方どこにおっても出てくるやつは出てくると発言したのを耳にした。花丸がずっと信じて福岡で活動していたものの、13年目に紳介と初めて話す機会があり、なんで君ら福岡でやってんねんって聞かれて、 よくぞ聞いてくれました。ですよ。新助さんの言葉を信じてやってきたとやっと言えると思って言おうと思った瞬間に、アホちゃうか東京屋で何してんねんって言われたことも決断を後押ししたという。当時福岡で一緒に番組に出ており、二人の芸や人柄に触れた、氷川清も福岡にいてはもったいないという表現で東京行きを進めていた。移籍後は、 ルミネザー吉本での舞台などが主な活動の場となっている。また、月に数回は、福岡での仕事も出張として行っている。しかし、移籍当初、テレビ局や制作会社には新人とみなされたため、東京進出直後は、テレビ出演一本あたりのギャランティは、福岡時代より断然減っており、出演数をこなすことでそれなりの生活ができている状態であった。また、 三十五歳になってから上京し、各お笑い番組のオーディションを受けるものの、当時は、どの番組もフレッシュな若手が欲しい、しく、変にこなれた自分たち、花丸、大吉は、求められていない感があったため、面白いんだけど、それが伝わりづらいとの理由で落とされたり、十歳以上、年齢が下の審査員から、感想を言われる前に痛々しいと言われたような、悲惨な経験もしている。加えて、 福岡時代に、東京に出てきたらと言ってくれていた人々の態度も一、本当に来たの福岡にいればいいのにと感じられたという。しかし2005年10月、トンネルズの皆さんのおかげでした内のコーナー、博士と助手、細かすぎて伝わらないモノマネ選手権の第6回大会に花丸が出場。花丸にとっては、モノマネのレパートリー中、本来4から5番手の戦力だった。 アタック25における、小玉清のモノマネで優勝し、一躍注目を浴びる。その後、第7回大会も優勝し、優勝賞金100万円を獲得、同コーナーでは、唯一の連覇達成者となった。結果として、伝わりづらい面白さを生かせる同コーナーが花丸の、ひいては、博多花丸、大吉の知名度を大きく上げることになった。2006年2月、花丸が、 R-1 グランプリに出場し、決勝に進出。細かすぎてでも一部披露した、小玉清のモノマネを、相上を作文と組み合わせたネタで優勝を果たす。大会前には、花丸は、博多のおじさんという新ネタで出場しようとしていたが、大吉が、小玉清ネタにするよう説得し、大喧嘩になった。最後は花丸が折れた形になったが、大吉の説得が正しかったことで、 コンビとしての上下関係が決まったとなり、これ以降のコンビの主導権は大吉が握るようになる。なお、この大会で披露したネタを作ったのは大吉であると言われていることに対し、大吉自身はネタは二人で作って、大吉が小玉清さんをやるように言ったというのが本当のところとでいる。このような経緯もあり、花丸は、 優勝賞金500万円のうち半分を半ば強引に大吉に渡したという。2006年5月19日には中、ヤマキンに君からの紹介で笑っていいとものテレフォンショッキング出演を果たす。2008年9月4日放送のアメトーーークの企画中学の時行けてないグループに属していた芸人には大吉が出演。後に番組の流行語大賞を獲得した。 焼却炉の魔術師のエピソードなど、ネガティブなトークが注目されたことで、同番組への出演回数が増え、大吉先生と称されるキャラクターやトークのうまさが、世間に認知されるようになる。大吉自身は、2012年4月から、玉結び、TBS ラジオの水曜レギュラーに抜擢されたことも、ブレークの要因と考えている。また、アメトークでは、 2012年3月8日放送の小忙しい芸人にて営業先での花丸、大吉あるあるトークが盛り上がり、宮迫博之の今度花丸、大吉芸人やろうやという提案に当人以外の出演者や多くの市長が賛同した。このことから2012年5月17日と24日の放送で花丸、大吉と彼らにゆかりのある芸人が集結した。 花丸、大吉芸人の企画が実現した。さらに、2012年の年末には、多くの芸人に愛され、視聴者に温かい笑いを送り続けたとの理由で、二人に、同年のアメトーク大賞が授与された。2011年、コンクール形式としては、第1回となる、ザ・漫才に出場。本人たちは、若手の大会だから出ないつもりであったが、西川清志、今行くよ。 来るよラから説得され出場を決意した。予選を勝ち抜き認定漫才師50組に選抜され、本戦サーキットを13位で通過し、決勝大会に進出する。大会最高コモンビートたけしに、あんちゃんたち面白いねと、その言葉だけいただけるように頑張りますと望み、一回戦で乾杯の挨拶のネタを披露したが、福岡吉本の後輩であり自らも評価していた、パンクブーブーに、 大差で敗れる。獲得したのは、関根勤からの一票のみだったが、ビートたけしが、花丸、大吉にもっと、票が入ってもよかったんじゃないか、とコメントし、泣きそうですと答えた。2014年、再び、ザ・漫才に出場。2013年の年末に二人が、ビートたけしと共演した際、たけしから、なんで、あんちゃんたち、大会に出ないの と問いかけられ、花丸が、ですよねと答えてしまったため、出場せざるを得ないと判断した。大木小玉などの先輩芸人も、二人の大会出場を後押ししたという。認定漫才師に選抜され、本戦サーキットを6位で通過し、決勝大会に進出する。一回戦は、ワイルドカード枠で出場した三拍子の4票に対し6票を獲得して競り勝った。 三拍子のネタがかなり受けていたため自身は敗戦を悟っており勝利決定の瞬間には大吉が思わず二本目のネタ合わせをしていないためまずいと言ってしまったほどの意外な最終決戦進出あったという最終決戦では得意ネタである宴会の抜け出し方を一回戦のネタも絡めて披露したこのネタを選んだのは客層を考えた上での大吉の独断であったが飽き トレンディエンジェルを相手に10票中9票を獲得する快勝で優勝に輝いた。出場のきっかけを作ったたけしは、俺は花丸、大吉のファンだからと述べ、放送後の記者会見では若手芸人と花丸、大吉の違いを流行りの食堂と老舗の名店の味に例えて称えた。番組の最後は、大吉がこの予選に出ていない方も僕らの先輩たちも、 本当に面白い漫才師さんは劇場にいますので、ぜひ皆さん劇場に足を運んでくださいと締めくくった。ザ・漫才の優勝者には、優勝商品として深夜帯の冠番組が送られるが、当初二人はキャリアを重ねたコンビとしての優勝であったことや、すでに冠番組、花丸、大吉の何しようと、テレビ西日本を持っていたことなどから、 商品番組の事態も考えていた。しかし、ザ・漫才の他の出場者も含め、若手芸人に全国区の番組に出る機会を与え、彼らに経験を積んでほしいとの思いもあり、2015年4月から9月まで、若手芸人やパフォーマーを迎えるトーク番組、花丸大吉の2020の MC を務めた。なお、ザ・漫才が2015年以降、ザ・漫才マスターズ、2017年までは、 プレミアマスターズと銘打った漫才師の共演形式となってからも、花丸、大吉は番組から招待されるという形で、毎年出演をしている。2016年1月9日10日には、福岡、キャナルシティ劇場にて、博多花丸、大吉結成25周年ライブを開催。岡村隆、ナインティナインなどコンビに、ゆかりのある多数の芸人がゲストで登場しほか、 タモリ、アカシア・サンマ、ビート・タケシラがビデオメッセージで祝福25周年に花を添えた。さらに、このライブが成功を収めたため、翌年以降も、博多花丸、大吉周年記念公演と、めーったライブを毎年行っている。2018年4月2日より、宇ど由美子、井ノ原義彦、V6 の公認として、NHK 総合。 朝一の二代目キャスターに就任。大見ゆりえアナウンサーと共に、新しい NHK の朝の顔となった。博多弁を多用した漫才をメインとして演じている。花丸がとぼけた言動を繰り返し大吉がたしなめる展開が主だが、ごく稀に大吉がネガティブな発言をし花丸が困惑するという二人のボケと罪を逆転させた展開になることもある。自身も認める通り、 ネタに含まれるボケの数は決して多くないが、ゆったりとした間で丁寧にボケと突っ込みを繰り広げる漫才を演じており、このことがザ・漫才2014での賞品にもなった。漫才の題材としては、二人が好きなお酒や宴会に関するネタが多く、福岡ソフトバンクホークスなどの福岡、九州ネタ、中年男性のよくある言動を描いたネタ、さらには、 ドラえもんやユーチューバーを扱ったネタなどもあるが他人を攻撃するネタは演じない。こうした穏やかで温かい笑いはファミリー層に広く支持されている。一方でトークや大喜利など漫才ネタ以外の部分においては毒舌を放つこともあり、特に大吉はその傾向が強い。日経エンタテインメント。詩による芸能人の認知度と関心度を数値でランキング化した。 タレントパワーランキングでは2018年の芸人部門においてサンドウィッチマンに次ぐ2位として博多花丸大吉がランクインした。大吉が花丸を強く叩くなどといったいわゆるドツキ系の激しい突っ込みもほとんど行われない。これは福岡には博多庭かという伝統芸能があり演者のボケた言動を観客が受け入れて拍手を送り、 ツッコミのように否定する文化ではなかったから、と、理由づけている。大吉は、漫才での自分の役割を、ツッコミではなく、花丸をなだめているとしており、いつかは、全編ツッコミのない漫才をしたいと語ったこともある。ちなみに、花丸、大吉が尊敬している、ベテラン漫才コンビの大木小玉、響きも、ドツキを行わない漫才である。ザ・漫才2011出場以降は、 花丸が大吉にちょっとご相談があるんですが、になりたい、したいと語りかけて本題に入るネタが増えている。この導入を使わないネタもあ花丸がネタの中で演じるお酒好きで陽気な博多のおじさんのキャラクターは、花丸の弟によれば土建業を営む花丸の父親そのままであるという。花丸がボケる際にオーバーな表情を見せることも多く、大吉は、花丸、 大吉の漫才って、花丸さんのにらめっこなんですよと例えている。頻度は低いが、コントも行っている。漫才と同様に、花丸が博多のおじさんを演じるネタや、花丸が得意とする、小玉清カビラジエといったモノマネを取り込んだネタなどがある。テレビでは4分程度のネタを演じることが多いが、大吉によれば、 自分たちの本文は舞台で演じる15分程度のネタであるとしている。ネタ作り担当の大吉は2014年頃は将来的に舞台中心の活動となることを見据えて1ヶ月に1本のペースでネタを作ると語ったが近年では題材が年相総のものじゃないと嫌なので万のネタが年々できなくなってきていると苦労を漏らしつつ年間3回くらいネタのイベントとか 番組に呼ばれた時に作るとしている。福岡吉本出身の芸人の兄気分的存在で多くの後輩から慕われており飲み会での乾杯の温度は常に花丸が取る。特にパンクブーブーとは交流が深く彼らの実力と才能をいち早く見抜いた芸人の一人でもある。確かな実力を有しながらもなかなか売れなかった彼らを不憫に思い大吉は七夕の短冊に パンクブーブーに光が当たりますように書いたことがある。その年にパンクブーブーは M-1 王者に輝いた。一方、パンクブーブーも花丸、大吉が東京進出して間もない頃は、二人が早く東京や東京の芸人になじめるように色々と売り込んだり、心を砕いたりしていたという。黒瀬は花丸のことを5つしか年が離れていないにも、かかわらず、 お父さんと呼んでいる。他の芸人が忙しければ断りそうな細かい仕事やスケジュール上無理と思われるような仕事も断らず受けてしまうため、自重気味に吉本の犬芸人と自称している。ただでさえ東京と博多の滞在が半分ずつくらいのため、東京と福岡を往復するのに年間で約250回も飛行機に乗るという状況に加え仕事で 東京、長崎、長野、福岡や、福岡、浅草、下関、新潟、大阪、新潟など、日本地図を、もう一度見直してと思うような移動になることも多々、あり、マイレージは常に20万マイル以上を持っているとのこと。コンビナカは、非常によく、2012年1月19日放送の、アメトーークの企画、相方大好き芸人、第二弾などで、 コンビでカラオケに行く際は必ず二人で修二とアキラの青春アミーゴを歌うといった良しエピソードが語られている。花丸が修二パートで大吉がアキラパートを歌うという。同期のナインティナインとは1995年に彼らが福岡を訪問しめちゃモテたい。とことんサンデーに互いがゲスト出演して以来の付き合いで講師ともに仲が良く。 特に同い年、同学年でもある、岡村隆史と大吉は互いに親友と認め合っている。ザ・漫才2014では、ナインティナインは、司会を務めつつも花丸、大吉を応援してを、やべ博之は、本当にさすがだな、岡村も、めちゃめちゃ格好良かったですと優勝を喜んだ。大会終了後には、大吉は、ようやく背中が見えた同期こと岡村と、花丸は、 矢部とそれぞれぞ祝杯をあげた。竹山隆則、カンニング、竹山とは、共に、吉本工業福岡事務所の一期生である動機だが、竹山は、福岡で売れても意味がないと、わずか一年で、福岡吉本を辞めてしまった。竹山は、逃げるように上京をし、後に、中島忠幸とのコンビであるカンニングとして、全国区での人気を得るが、久々に、福岡で花丸、 大吉とロケを行った際に、天狗になっていた竹山は、福岡はこんな緩いロケでいいんだと悪態をつき、激怒した花丸との間に確執が生じた。この竹山の発言の裏には、10年間東京でくすぶっていた畜山と、そま福岡で人気者だった花丸、大吉を比較しての嫉妬や、その焦りが福岡そのものへの恨みへと変わったことがあったという。しかしその後、 別のロケで花丸と竹山が共演した際、花丸、大吉が竹山の活躍を喜び応援していたことを知った。竹山は10年人を恨むことばかり考えていたと後悔し、R-1 グランプリでの花丸の優勝も心から祝福できるようになった。現在は両者の確執も解消され、ザ・漫才2014での花丸、大吉の優勝に竹山が やっぱり花丸大吉には勝てなかった。でも今は心から嬉しい。本当におめでとう。と祝福のツイートをしたり、花丸、大吉と竹山が宴会を開いたりなどの交友をしている。千原ジュニアからは花丸と大吉の顔と名前が逆と言われている。松本人氏はザ・漫才2014について群を抜いて面白かった。 芸歴が長いとか有名とか関係なく、博多花丸、大吉が優勝する以外に、2014年出場者で、うまいコンビがいなかったから、当然の結果、ある意味で若手もベテランも良い勉強になったと、語っている。立川男子からは、東京 MX テレビで、男子が仕切っていたネタ見せ番組に出演した際、ガチガチに緊張しながら、ネタを披露した後、まあ、内容として、 こういう優しいネタを選んでて、俺はとっても文化的には好きだなぁ。後で、いいアドバイスしてやるよと声をかけられた。その後、収録後の打ち上げで別室に呼ばれ、いいかよく聞け。これは過去、爆笑問題にしか言っていない。絶対に、解散するなよ、とアドバイスされたという。2020年に、コンビ結成30年。 かつ東京進出から15年の節目を迎えることから、それ以上東京にいると、博多で過ごした15年のキャリアを、東京でのキャリアが越してしまうため、花丸は、東京にいるのは50、年まで、東京オリンピックは、福岡で見たいと言っているという。単独での出演は、博多花丸、博多大吉の孔を参照。以前は、いざゆけ若高軍団を使用していた。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。